皆さん、こんにちは。吉丸でございます。星ドラ動画になります。まあ、モンスター闘技場の今現在がこういう形になっておりまして、もうすでに2日前ぐらいにアリーナ B までは行っているんですよ。でもうアリーナ A だけなんですけど、いろいろ大変な面に直面しておりまして、今ちょっとのんびりモードになっているんですが、まずそのレベル上げの上限解放の、この、あともう少しなんですけど、悪魔系のかけらとか、このかけらが50必要なんですね。これを集めるのがかなり大変で、なんですよ。で、ちょっとガルゴに関しては、これはもうバニマしかないのかな、メインスキルが。あと、この性格もね、攻撃役なのにお人よし、命を大事になっているから、ちょっとこの状態で、その、なんていうのかな、進めていいのかっていうモンスターの構成を今考え始めちゃってるんですよ。まあ、なぜかというと、ガルゴってレベル20で解放するためにはこの羽ですね。50必要なんです。今52溜まってるんですけど、まあ、仮にここで使っても全然いいと思うんですけど、使っちゃうと、まあ、ちょっと、元に戻せないというか、さすがにね、このかけらを50集めるのって割と大変なんですね。なので、この魔物のお店でよくかけらって売ってるじゃないですか。これはちょこちょこ買ってもいいと思うんですけど、でもこれおかしいんですよね。コイン1枚でマシン系は5個なのに、これ鳥系になるとコイン5枚で10個って、あれみたいな感じしません？なんていうの、だって25個じゃないのみたいな、コイン5個だと。この辺がなんかよくわかんないっていうか、だからコインも重要なので、僕は1個の時に買うようにしてます。はい。で、こっちです。あともう1個、スペシャルスカウトに関して、これ11月30って書いてあるので、また12月になって追加されるんであれば、そいつをもらいたいなと思っているんですね。で、僕としてはキングレオはね、あんまり、魅力的じゃないんです。個人的にですけどね。まあ、今のところは、この3匹か、揃えるのが多分一番ベストですよ、そりゃ。ただ、もうバトルもね、これ、アリーナ B まで行くと、もう勝てないんですよね。もうほぼほぼ、レベル22以上がおすすめとか言ってるんですけど、なんかね、レベル5の上下あっても、隠し、下のモンスターと当たってもなんかボコボコにやられる時もあるし、それはそれスキルとかモンスターの相性とかもあるから、まあ、勝てる時は勝てるし、勝てない時は勝てないで、で問題はこのレベル上限解放ですよね。ギーガとガルゴがレベル20で止まってしまっていて、まあ、今現在レベル20以上上げることも可能なんですけど、ちょっとモンスターの選別についてどうしようかなって考えているんですよ。今、どんなモンスターがいるのかっていうことなんだけど、出てみればいいかな。スキルセットで見ればいいかな。うん。まずは、ゴレムスに関しては、貯める、本能が貯めるでいいのかっていうところで、もうでも突っちゃってるんで、まあ、このまま進めようかなとか思ってるんですけど、まあ、ガルゴだよね、問題はね。性格がね、この回復系で進めちゃったので、でもう一人ねガルゴ持ってるんですけど、こいつもね命を大事になんだよね。そうだから一応ねレベルを上げてるんですよ、均等にね。うん、これレベル上げとくとなんかあんのかね、他のもその合成した時にそのレベルがプラスされるよとかいうのは多分ないよね。ちょっとその辺もまだねいじってないんですけど、でドラゴンもね、これミラクルクローだし、こっちもねいまいちなんですよね。総流打ち、これやっぱしゃなんか炎ブレス系がいいよね多分。でオークスもね一応いるんだけど、これ全員ベホマラじゃないのね。これねなんていうのこれ、連撃でしょ、ミラクルスピアでしょ、連撃でしょ、マラーが全然当たんないのよ、ミラクルスピア。なのでマラーのオークスが来たら育てようかなとか思ってます。あとこいつもね
キラーマシーンもサンダーボルトなんで、まあ、ちょっとやっぱりメインスキルに、なんつうのかな、恵まれない状態が今続いております。まあ、ただ俺回復役はいらないっていうか、全員攻撃でバシバシもう一瞬でやっちゃってもいいのかなっていう気はしているんですけどね。まあ、相変わらずもちろんバトレクがメインです、今のところね。で、スロット、まあ、アルテマではね、やっぱね、アルテマは優秀ですね。一撃で必殺で倒せるっていうね。で、一応ルビス今ここ入れてるんだけど、なんか、この青スキル A で一撃が重いやつあればいいなと思ってるんですけどね。あと、剣もね、一応先人山入れて、使えるときは使えるんだけど、いまいちのときはダメージ通らないから、ここが問題かなとか思ってますけどね。はい。なので、とりあえず今のところ僕 B 止まりですね、アリーナ。ここまでは行きました。で、ジェムはね、全く使ってないです。はい。まあ、ちょこちょこやってれば、まあ行く、あと、その、いいねが78レベルというか。で、もうバトルもね、もう B はね、もう全員22以上にしてから進めようかなと思ってるんで、今もうね、C とか D とかでもうやってます、とりあえず。とにかく勝つとかけらもらえるじゃないですか。それをちょこまかちょこまか、集める。ただね、一個問題があって、勝つと、ここの78のレベルが上がっていっちゃうんだよね。そうすると、例えば、格下のアリーナ行っても、強いやつが出てきちゃうの。なんかこういう問題って FF8 の時に確か発生しましたよね。なんか、レベルを上げちゃうと、それに応じて周りの敵もレベル上がっていくみたいな。なんかそういう状況がこれ発生してないみたいなのがありまして、果たして勝つのがいいのかどうかも今なんかわかんない状態なんですよ。まあ、ただ単に一番いいのはもちろんこの、アリーナ B をどんどん進めていって、次 A に向かうのがいいと思うんですけど、まあ、今現在、平均レベル22いっていないという、まあ、平均だと言ってんのか。まあ、ただやっぱギーガとガルゴがレベル20止まりっていうのもあって、まあ、この辺、モンスターの育て方も一回見直したいなっていう部分もあるので、迷ってるんですよね。まあそんな感じでございます。で、今まあ、B 戦ってもね、もうどんどん負けるだけなんですよね。勝つときは全然勝つんですけど、なんか負けると弱いのになりますよね、一旦ね。ただやっぱ2、3回勝つとまた強いのになっちゃうから、勝てないんだよね。で、50ポイント貯めないといけないので、とりあえず今は、まあ格下のアリーナで、まあ、戦って、で、かけらを集めているんですけど、そんな感じですかね。はい。じゃあまたいろいろと、こういった、今現在、モンスター闘技場もね、たまにはやってみようかなと思います。